次、クンさんと解禁ポーズ。突然ですが、解禁ポーズご存知ですか？知ってるどころか、ツイッターにハッシュタグ解禁ポーズで投稿しとるわ。なんなら解禁ポーズ動画で採点されとるわ。という方もいらっしゃるのは、重々承知しております。が、解禁ポーズって何？という方がいらっしゃるのも事実。解禁チャンネルは、知らない人をハブにしません。みんなで始めたくいいんです。解禁ポーズとは何ぞや？この疑問にお答えします。解禁ポーズモサの方々は、この時間、レッドブルでも飲みながらマウント取っておいてくれたら OK です。では、解禁ポーズとは？ハイキングがツイッターで適当に上げた写真のポーズ。これがツイッター上で本人知らぬ間にハイキングポーズと呼ばれ真似され始めたことから始まりました。今ではツイッター上で上げられたハッシュタグハイキングポーズ、これをハイキング本人がリツイートしたり採点したりと広がるように、いろんな方々に楽しんでいただいてます。すべての出会いに謝罪と感謝。ということで、皆さんもハッシュタグハイキングポーズツイートしてね。くれぐれも周囲の迷惑にならないよう配慮しつつ、取り上げられても大丈夫なように個人情報を隠しつつ、楽しいハイキングポーズライフ送ってください。以上、説明おしまい。うわ、俺やりたいわ。いいなぁ、マジでいいなぁ。150万人の YouTuber の、いますか、ハイキングポーズ。これまず腕角度なってないでしょ。だらけちゃって。まあ、腰は下がってけど、こう、傾けないと。クンさんと俺また会った時さ、クンさんにハイキングポーズ指南する動画撮りたいわ、これ。クンさんにちょっと教育したい、ハイキングポーズを。これダメだね。ダメです。こんなポージングだ。ちょっと150万人の YouTuber、日本トップクラスのゲーム実況者ってちょっと恥ずかしいよな。やっぱ日本トップクラスのゲーム実況者ってことは、まあ若者、まあ流行りの YouTuber ってことだから、それがこんなだらしない会議ポーズしちゃ、他に示しつかんでしょ。俺がいつか、これクンさん教育するしかねえな。チャンネル登録よろしく。はい、どうもジャニーです。今回は鳥取県の某ホテルに来てるんですけど、ちょっと今回はね、はい、ちょっとクンさんに来てもらって、はい、ちょっとクンさんにちょっとハイキングポーズ実際にちょっと教えていきたいと思います。うっす。というわけで先輩、で普通にまずハイキングポーズやってもらってもいいですか？やらせてもらっていいですか？はい、お願いします。あ、結構本気結構本気な感じでいきます。やってくれるんですね。どうですか。これ本気っすか？マジで本気っすか？寝た時で。はい、え、これマジで点数つけますよ。え、まずこれ腕が伸びちゃってるのはまず限定なんですよ。あ、こんな感じですか？ちゃんと曲げないといけないし。どう曲げたらいいですか？いや、こう、こうなんですよ。こうなんですか？じゃあ、N 字型にするってことですか？そうです。あの、万字みたいな感じにしなきゃいけないんですよ。 OK、です。で、こっちもちょっとこれちょっと行き過ぎなんですね。角度があって、まあ、ちょっと僕一回実際やってみましょう。わかりました、了解です。まずね、ハイキングポーズ、はい、すごい大事にしてるんですけど、僕はこのポージングを、はい、まずこれ90度わかりますか？これ90度、はい、90度をまず右手に出してもらって、はい、後ろの手もこれ90度なんですよ。わかりますか？これ90度をこう、こうしてもらうんですよ。はい、これをするとね、腰が下がるんですよ。腰が下がるんです、ハイキングポーズって。腰を落とすとより綺麗に見えるんです。90度90度で腰を45度に下げてもらって、下げると足も下がるんです。足も角度落としてこれです。これがハイキングポーズです。大丈夫ですか、くんさん、やりますか？ちょっと まだ見よう見まねなんで、こんな感じで。ちょっと暇人さんも、はい、あの、今今日来てるんで、あの、鳥取のホテルにちょっと来てもらって、これで、はい、じゃあやってみて、ちょっと、うん、なんでね。何やっとんじゃん。何やっとんじゃん、先生の前で。これ本気で90ですね。欲しくて、俺結構。チャンネル登録忘れてない？90。これでいいっすか？腕の角度は。で、ここも90度っす。はい、90。そうっす。で、腰も下げてもらって、ちょっと腰結構腰痛きついと思うんですけど。はい。で、そうっすね。こんな感じです。腰痛きついと思うんですけど。そう。腰は強いんで大丈夫です。こんな感じです。そうっす。あ、めっちゃ良くなってる。もうちょっとこれ、ここ90度。ここ90度。90度。結構きついっすね、これ。いや、もう本気でやってもらって、ちょっと俺、そんなつもりで、俺遊びのつもりでやってないんで。これでいいですか？そうっす。オッケーっす。あと腰横に。あ、これめっちゃ点数高い。これやばい。これやばい。これ、あれだけど、ちょっと力あって。これちょっとこっちの方に、こっちの方に、横に。お、これめっちゃ点数高いです。これ完全です。これ90点以上確定です。こういう感じです。ちょっと、とんがりさんとかもやりますか？あ、僕もじゃあ、どうせなんで。さっき教えてもらったんで。じゃあちょっと、実践通りちょっとやってもらって。こうと。そうです。ここ90度です。で、ここ腰下げてもらって。これでどうですか？あ、完璧っす。あ、これ結構、あれですよ。合格。じゃあ最後、ひまじんさん、ちょっと、
点数奥先なしでいきますね。奥先なしでこっちこっちですね。ここで、あ、そうです、90で腰下げて待って、腰は45度なんです。いや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 、体幹が弱いです。そうっす。お、え、うまいうまいうまい。足もちょっと中側に入れて待って、で下げて待って、あ、あ、まあそれこれめっちゃ背筋もうまい、うまくなってますよ。あ、こんな感じです、まあ、ちょっとこれ結構なんか流行らせていこうって俺思ってるんですけど、くんさん的になんか流行らせてくれるみたいな、はい、取り扱ってくれるかなみたいな、はい、思ってるんですけど、大丈夫ですか。はい、ちょっとじゃあちょっと最後にもう一回ちょっとやってもらって、ちょっと一緒にやりませんか。そしたらまず腕90度で、でちょっと後ろもちょっと90度にしてもらって、はい、でちょっと腰下げてもらって、はい、で足もちょっと見えづらいですけど、はい、これいいですか。はい、完璧です。はい、完璧です。ありがとうございました。微妙にきつくないこれ。なんかちょっとなんかきつい、なんか結構最初から普通にやってたけど、これってさ、これってさ、なんか普通にスクワットだよねこれ。こうって、うん、まあ筋トレ的な要素もそんな落としてない気がする。落としてない。え、だけどこう結構なんか腰が下がって角度かけてるからそう見えるようにしてる。ここのこう前になるから、こうつま先に全体重がかかって全部バランスこう取んなきゃダメだ。なんか難しいやろ。軸足がピクピクずっと揺れちゃう俺。あの結構筋トレにもなるんで、ちょっと使ってもらって、落として落として落として、角度落として落として、角度落として。オーケーオーケーオーケー、あ、いいいいオーケー。何やねんこの仕方。でも意外とやってる人多いよね。なんか結構最近なんかくんさんの動画で取り扱ってもらうことによって、学校のクラスみんなでやってみたとか、ツイッターで逆にどうだ。逆はある。まあどっちでもいい。でもさ、タイキングポーズって疑問点が一個あって、こうしてるじゃないですか。はい、普通人間って歩くときにこう歩きません？でもカイキングポーズってなんか何歩歩きになってるんですよ。確かに確かに。普通の人間がやらない足を出してる、まあ、歩き方を出してるっていう。でなだからこうかと思って、なんかおかしいなみたいな、おかしくないかみたいな、みたいな、歩けなくないかみたいな。そうそうそう、これからこうじゃないといけない。そうそうそう。いや、あんまそういうの気にしてない。すいません。気にしなくていいかなみたいな。つまんなくて聞きました。すいません。いや結構クンさんのおかげだけど。学校でやってくれたりとかするみたいな。もう黒歴史作った。付き合ってた彼女のインスタ見たら解禁ポーズがあって別れようみたいなこともまああったみたいですけど、それダメなんじゃない。まあだけど、そういう文化じゃないし、まあだけど流行りつつあるんで、ちょっと解禁ポーズ増やしていく予定なんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、やばい、充電がやばい。バイバーイ。一応これまだあの解禁ポーズ教えてない状態なんですけど、とりあえずやってもらいました。まあ、全然ダメっすね。ちょっと腕の形とかあれなんですけど、まあ、とりあえずこんな感じです。そうですね。で90度ですね。そうです。で足の腰も下げてもらって、はい、こっち向いてもらって。違うよな、なんか。あ、上手くなった。だけどやっぱり昨日の練習の成果ですね。はい、チーズ。こっち見て待って。Thank you.